義母先生2。義母先生をご覧の皆さん、はいさい、リラックも好きなんでね、失礼しました。さあ、義母先生2最終回ですね。最終回は、オリジナルソングの「誕生節」というね民謡をお届けしました。僕の兄に子供が生まれた時に書いた曲なんですけども、まあ、沖縄のね民謡って結構その結婚式とかその何歳のお祝いとかそのいろんなねこのめでたい席の歌たくさんあるんですけど、まあ、意外とこの誕生日ソングピンポイントでねこの日お祝いしましょうみたいな歌はないなと思いまして、まあ、なければ作っちゃおうぜということで作っちゃったのがこの誕生節、義母かつやの誕生節でございます。まあその歌詞もね、沖縄のこの方言で作っておりますけども、まあね、解説の演奏の動画に役は出してますけども、この生まれた喜びよみたいな、感じですね。まあこの後半ねちょっとハッピーバースデートゥーユーみたいなちょっとメロディーをその沖縄の方言で歌ったやつも義母かつやのその誕生節をフルで聴けばあります。ぜひね、サブスクとか、Apple Music とか、Spotify とかね、LINE Music とか、聴けますんで、よかったら誕生節、義母かつやで検索してみてください。まあ、何よりもライブに来てください。ライブではですね、この誕生節歌うときは、誕生日の方、近い方がいたら、その方のお名前なんかも入れたりして、歌ってるんですよ。そんな、誕生祝いの誕生日ソングから、誕生節、お届けしました。さあ、とりあえずね、まあ、先週もお伝えしましたが、今回で義母先生2、1回終了になりますけども、ぜひね、また、これまでのアーカイブ残ってますし、見逃した回いっぱいある方はぜひね、見てほしいと思います。まあ、そうですね、義母レールというモノレールの企画、まあ、正直思いのほか伸びなかった。うん、ですけど、有意義なことをしたと勝手に思ってますんで、よかったらね、見てみてください。まあ、沖縄のね、楽しみ方っていろいろあると思いますけど、幽霊、モノレールなんかに乗ってて、その沖縄の歌が流れてるっていうこと自体知らなかった方も多いと思います。ぜひね、地元の方もそうですけど、県外の皆さんも、実はね、沖縄の、モノレールの駅はいろんな曲が流れてますし、いろんなこの壁画もありましたよね。楽しめるとこたくさんありますんで、まあその海とか自然とか、食べ物も美味しいですけど、そういう沖縄のカルチャー、文化、非常にこう面白い、素晴らしいとこたくさんあります。気づいてないだけ。地元の方もそうですけど、ぜひね、気づいちゃって、楽しんで、沖縄を満喫してほしいと思います。それが義母先生2、沖縄を深掘りでした。ぜひね、義母先生2、1回終わりますけど、これからまたなんかこう面白い企画あったら考えていきますんで、その時はまた告知しますんで、よかったら動画、チェックしてみてください。義母先生2、最後までご視聴ありがとうございました。元気でね、バイチャー。